皆さんこんにちは、ちがみです。ただいまの時刻が、19時20分ぐらいなんですけども、本日の日の入り時間が、19時15分ということで、もう日が沈んできています。で、今はソニーの ZV-1 で撮影を行っております。今回はですね、この ZV-1 を使って、ちょっとこのマジックアワーの時間帯のスナップを撮ろうかなと思っております。ZV-1 を初めてスナップに持ち出すんですけども、ちょっと暗めの厳しい環境で、テストショットを行ってみたいなと考えております。もう日の入り過ぎているので、もうどんどん暗くなっていくと思うので、ささっと回って写真を撮りたいと思います。では行ってきます。はい、ということで、今回はこちらのソニーの ZV-1 を使ったスナップ写真を紹介しました。 Vlog カムということで、映像撮影用として売られているカメラですけども、ベースになっているのは RX100 シリーズ、もともと撮影性能に定評のあるカメラです。で、こちらの付いているレンズは、RX100 シリーズでいうと、Mark 5A と同じレンズが付いています。広角端 24mm の時は F1.8 明るいレンズがついています。作例見ていただいても、あ、結構いけるなと思われた方も多いのではないでしょうか。撮影時の設定も入れておきましたけども、1型センサーということで、当然フルサイズと比べると、ISO 1600でもだいぶノイズが目立つなと思われた方もいらっしゃるかもしれないですけども、それでも十分良い写りをしているのではないでしょうか。お見せした作例は Lightroom に取り込んで、ノイズ軽減とか、あとシャドウと黒レベルを下げてノイズが目立たなくなるような処理を施してあります。日が沈んでからの撮影ということで、まあ厳しい環境だったんですけども、 SNS にシェアするぐらいの画質だったら、まあ十分なんじゃないかなと感じております。こちらのカメラ RX100 シリーズと比べてハード面での違いというと、RX100 シリーズはこのレンズ部分にコントロールリングがついていて、撮影時の設定をこのリングでも変更することができます。それに対してこの ZV-1 はこの後ろについているこのリングですね、ここで設定をするしかないので、私は途中からマニュアルで撮影を行ってたんですけども、シャッタースピード、あと絞り値変更するときにはこのダイヤルの下のボタンで切り替えて、どっちを調整するかを決めてぐるぐる回して設定を変更していました。それでもやり方さえ分かってしまえば、パパッと設定の変更はできましたし、その分価格が安くなっていると思えば、まあそれは私にとっても嬉しいことかなと思いました。あとはこのボディの素材がプラスチッキーでちょっと安っぽいと感じる方はいらっしゃるかもしれないですけども、私まあ金属アレルギーということもあって、むしろこっちの素材の方が好きです。で、 RX100 には付いてないグリップもこう簡易的なものですが、付いているので、まあグリップもしやすく、このボディのデザインは結構気に入ってます。コンパクトカメラでいうと、私は GR3 も持ってますけども、ちょっと前から人に貸しているので、一眼を持っていない時のちょっとした撮影とかはこのカメラを使っていこうかなと思います。映像も静止画もこのサイズで、それなりに綺麗に撮れるというのはやっぱりいいですよね。
Vlog 撮影用として発売されているカメラですけども、場合によってはその RX100 シリーズの廉価版として活用してもいいんじゃないかなと思いますし、また映像で使っている人も、まあ、写真性能も結構いいんだよっていうことが、この動画で伝わればいいなと感じております。ということで今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。